峠、あれ峠って書いてあるかな、違う、裏磐梯だ。で、位置的にはここから湖が見えるんだろうな、きっと。もう見えてる。秋山じゃない、秋元湖か。うわー、波が出てる。こんなんか、秋元湖って。湖のあのへりのあたりが、なんていうか、水面から垂直というか、木は生えてんだけど、なんか木辺らしいものが全然ないですね。よっと。ああ、表面が波立ってる。空の反射があまり見えなくて、湖本来の色だと思うんですけど、あれ茶色というか水色というか、あ、緑色というか、そんな感じの色で見えますね。もっとあそこズームしとこう。やった。で、湖沿い来たってことはもうそんなにやることはないはずだよな。じゃあさっきのあれ 100m 登って下ってが登り返しだったんだろうか。車あるけど、レイクライン、地元湖レイクラインって書いてあるけど、店の名前が書いてある。レイクラインも有料だったのか。あ、この辺り一帯が7月、今年7月から無料になってるのか。まあ自転車にとってあんまり関係ないけど、車にしたってそんな大した額じゃなかったんじゃないのかな。
適度に暖かくて涼しくて気持ちいいな。あ、これ最後に登りがあるのかな。湖からで離れるときに。中津川って本当どこでもあるな。中津川といったら私は中津川林道っていう長野県と埼玉県の境の、ロングダートがあるところなんですけどね。神奈川県でも中津川見たし、なんか神社の名前みたいに同じ由来で使われてるもんなんですかね。
からかな、登りは。1キロでなんとかレストハウス、中津川渓谷レストハウス。これで登り終わりかな。もあるのか。じゃあちょっと休憩していこうかな。あったかい自販機でもあれば。
着替えときつい。まず地面に書いてある路面に。レストハウスどこなんだあれ。まあでもせっかくだから行ってみるか。てるな。警備員の人までいる整理係かな。この人は強い。あっち。はい。はい。いいですね。バスタもですかね。あ、わかりました。待ってますね。やった。もうなんかいろいろやってる。いろいろ売ってる。団子、チョコ、バナナ、たこ焼きかな。たこ焼きかたこ焼きだろうなあれ。あそこは甘酒と焼き鳥か。マヨダコ、タ
こ焼き、金だこ。これか。さてカメラどうするかな。脇に抱えて持っていくか。もうそろそろメディアがあと20分か。持ってくればよかったな。ここの電波状況は弱だけど来てるな。持っていこう。その前トイレかな。すごい泣き方のお子さんがいらっしゃいますね。
動かないやつもあるな。休憩できる場所はあるのかね。うん、ちょっとじゃあここに置いて何か買ってきます。ママが取り替えたい時間と子供がさ取り替えたい時間って違うの？タマコンが今出来上がったばっかりだったんで思わず買ってしまいました。電波弱いです。見た目より染みててうまい。
から来たと思ったら登山口って書いてあるから。でも秋元湖沿い来た人もないね。現在地がわからない。ここなのかな。映ってないか。で、そうか、中津川挟んでまだレイクラインは結構あるんだな。途中なんか細い道で五色門の方に出るショートカットみたいなのが見えたけど、あるある。しかしアップダウンがあるのかどうかよくわからないな、これ。
っから先もまだ結構上り下りがあるように見えるな。まだまだか。変えとこ。今度はお、こちらはないよな。じゃあ一旦ストップ。ケーブル入れて、15時57分15秒、レコーダーは、あ、OK。こっち来てから落ち着くな。レイクライン沿いは。よし。ああ。味噌団子もいいな。さっきのあの玉こんにゃくについてたのはからしじゃなくてマスタードだったんですけど、マスタードで食った方がうまいですね。あれはからしよりもマスタードの方がなんかいろいろ味がついてる。ごちそうさまでした。
16時だ。結構なんだ。これ全体かな。おお、高い。塩原村。
おお、あの渋滞は、あれは、さっきのとこか、あれ、こういうぐにゃぐにゃ道を回り続けてるとすぐに方向が分からなくなる。効果200登るな。もうこれで80くらいかな。
涼しい。さすがに暑くなってきた。うわ、ちょっと開けたところ出たらすぐ風が。
見えた。こっちが紐解こうかな。やった。ってことはこれ尾根沿い出るのかな。もしかしたら北側の何湖だったっけ。小川原湖。違うなんだっけ。ここも見えるのかもしれない。やった。こっちの方が見えるな。湖面に対して垂直だな。磐梯山あっちかな。違うかな。違うっぽいな。あ、これ見てるの秋元湖じゃないか。小野川湖。左手に見てるからこれ小野川湖の方かかな。自信ないな。だとすると向こうの方に秋元湖があるのかな。逆光で見えないけどすごい登りだ。何パーって書いてある？ 10 パーか。まあまあか。さっきの斜面もこんななんか白っぽくて、白っぽい皮みたいなのが張り付いてる感じのとこだった。これは工事でこうなってるんじゃないのか、自然なのか。
ちょっと見える。ここで左見てるからやっぱりあれば秋元湖なのかな。うん、あの出っ張ってる感じは多分秋元湖だと思います。あとでこれ覚えてりゃ調べてテロップで正解を入れたりするけど覚えてないだろうな。お、道路最高点だ。親切だな。これは福島県がやってるのかな。もう村はさっきから変わってたはずだし。三高パラダイス。おお。どう。日野原湖がすぐそこから向こうに見えて、秋元湖があって小野川湖か、頭近い小野川湖。これが A か。篠原湖どこに見えてる。あ、すいません。あれ、向こうにちらっと見えてるのがあれ篠原湖かな。これが A 地点か。いや違う、これ B 地点だろ。あれが秋元湖で、磐梯山が向こうに見えてると。なんかいまいちすっきりしないな。でもうちょっと行ったら右の方に小野川湖か。
ここにサンコパラダイスと書いて、お、あ、ん、うん、でここから見えるのは2個だよな。しばらくか。するかな。うん。あ。こうか。うん。エンジン2機っていうのは分かるけど、次も同じことやってるな。向こうのあれがしばらくか。っぽい写真というか夕暮れだけど、夕暮れの写真が撮れた。よし、あと靴になんか入った。そろそろウィンドブレーカーかな。
よっとっと。ジッパー下り寒い。お、名前かっこいいな、涼風峠。でもこの時期にはあんまり見たくないな。寒い寒い。これか。これが峠ってことは登山道かなんかが直行してんのかな。おお、かっこいい。ここは逆光でもなかなかいいな。ピントが、よし来た、よし。眩しい。あ、そろそろニュースあたりに出る分岐がどこだ。もうちょい先か。アップダウンありそうに見えるな。せっかくだったらレイクライン取った方がいいかな。
降りる道が出て見えないな。降りられないのかあれ。まあいいや。こっちだと見晴らしないな。山の方かこれは。アスマ連峰。がいる。あれボートか。人のシルエットが妙に大きい。そうだよな。うん、釣ってる釣ってる。赤白のボートにオレンジの服の人と黒っぽい服の人が立ってる。お、自転車だ。こんにちは。なんか吸ってるな。来てる。
昭和57年度GoPro だとあの山何色見えてんのかな。肉眼で見るとあの夕日の赤い色があの空気に当たって山の手前が赤くなってるせいで山が赤く見えます。あうまく説明できない。こっちから見たらあの山も影になってるのかな、山の影側が見えてるのかな。お、あ、もうすぐあれか、交差点か、前通ったことのある道だ。ってことはこれでレッグラインが終わりかな。五色沼まで1キロ。今日のブラバンダユースは五色沼のところにあります。キャンプ場を併設してるやあのユースホステルかな、まあ、どっちが併設かわからんけど10年前だか、かなり昔に来た時には熊汁食わしてもらいました。なんか熊肉が入ったとか言って。あと前来た時 5月あのゴールデンウィークの時だったんで、ブラマンダイスが冬季休業が終わってちょうどその営業開始の日だったんですよね。あと目の前の水たまりに水芭蕉が咲いてたり、オオサンショウウオのオオサンショウかサンショウかなの白い卵があったりしました。やった。あ、こんな果物か。市街地だな。お、いい時間。ちょうど風呂入ってちょっとゆっくりして夕ご飯だな。そこ裏バンドユースは夕食6時からだったんで。景観対策コンビニだ。なんかここにワイショップとかあったっけ。なんか薬が色合いの。よりこっち側の方じゃなかったかな。お、ちょっといいな。イタリアンレストランの店員の人が2人揃ってモップの水切りしてた。面白いかこの音は。五色沼東園地かな。お、どの辺だっけ。五色沼は明日朝行くとして、
ニュースはどの辺だったっけ。日没は17時なのか、もうすぐか。いや、この辺りっぽいよな。あれ、前来た時はもっとなんか入り口になんか書いてあったような気がしたんだけど、いや、ユースがあったら多分なんか書いてあるはず。ユースホステル。あ、いや、ここだ。入り口何も書いてないな。よっと。なんか違うな。あれ？ホテル五色。そう、あ、ユースホステルの表示あった。
ここまで来たらもうびしょ、びしょもん沼だけで見ていくか。確かその店先のすぐ向こうだったはず。あ、確かあの辺り昔来た時ゆべしかあったんだ。くるみゆべしか、くるみゆべしかなんか。ホテル五色荘やってないのかな。やった。青くないな。青くない。バンダイさんだっけ、うん、うん、これだ、こんなだきた。あと白い鯉がいないな。しかも座れないのか。たこ焼き串で売ってんだな。千両っていうのと違うんだっけ。上山市でもツール・ド・ラ・フランスの時に出てくるし、結構範囲広くありますね、玉こんにゃく。さて、あ、やっぱりゆべし名物なんだ。観音屋のゆべし。どこって書いてあった今。そんな変な道取っていくんだったっけ。やっぱこっちだよな。
これだよな。そうだっけ。やった。こっち看板こっち見て右ってことはここだよな。うわ覚えてない。へい、平時災害救援、災害救護発祥の地、平時分析上司。バイクの人を言うすかな。ああ、これで、ああここから先はなんとなく覚えてるな。で右の奥の方に入っていくと。メインの建物があって、どこからだっけ、ここじゃないか、もうちょっと先か。あれだ、着いた。あれ、入り口も違えたかな。いや、ここでよかったはず。ここだ。よっと。どうすか、そこら辺に水たまりあったんだよ、前。到着。こんばんは。ライトなんか遅いな。まあ雨降らんからいいかな。水が。じゃあ一旦ここで止めます。よいしょ、よっと、お疲れさんでした。